このうち高畑高校では在校生と保護者らが出席する中行われ、卒業生111人が拍手で迎えられました。卒業証書授与では担任の先生から一人一人名前が呼ばれ、そのクラスの代表者が小野昌司校長からクラス全員分の卒業証書を受け取りました。このあと小野校長は、これから辛く厳しい立場に置かれることもあると思うが、落ち込むくらい自分を追い込んでこそ社会の一員として成長できるでしょうと鼻向けの言葉を送りました。これを受け、卒業生の長谷川博也君がクラスマッチや合唱コンクールなどクラスがまとまる素晴らしさを追求することで精神的な満足感を味わうことができた。これからも困難に負けることなく一歩ずつ歩んでいきますと、この3年間を振り返り学んできたことを当時の言葉に載せました。今日は東南沖多摩の高校のうち、このほか米沢東、米沢商業、南陽高校でも卒業式が行われ、合わせて808人が学び屋を後にしました。明日は工場館、明後日は米沢工業、米沢中央、久野里学園、沖多摩農業でそれぞれ卒業式が行われることになっています。